ランスは、フランス北部グラン、テスト地域圏マルヌ県の群及び市。人口は、約18万人規模の都市であり、フランスでは12番目に大きい。かつて、フランス歴代国王の性別大冠式が行われた、ノートルダム大聖堂が所在する。大冠の都市、または、王たちの都市とも呼ばれる。また、数多くの有名なシャンパンメゾンが拠点を置いている。由緒ある都市の地下には、 総延長120キロに及ぶワイン貯蔵庫、カーブが縦横に張り巡らされているなど、シャンパン醸造の一大中心地でもある。街のランドマークとなる、ノートルダム大聖堂、東急サン、レミ聖堂などは、ユネスコの世界遺産にも登録されている。中でも、15世紀に、ジャンヌ・ダルクがシャルル7世を大冠式に導いた、ノートルダム大聖堂には、 毎年約150万人の観光客が訪れている。ランス市は、フランス北部グラン、テスト地域圏マルヌ県の都市、首都のパリから東北東へ、約1 3 0トルに位置している。郊外には一面のブドウ畑が広がっており、シャンパーニュという地名の語源は、平原を意味する、ラテン語のカンパニアに由来すると言われている。このような自然の地形が、 道路網の発達を促したとも言われている。ランス大聖堂でのジャンヌ・ダルクによる、シャルル七世の体冠式ローマ支配以前のガリアでは、この地には、ガリア人のレミ族の中心的上司であるドゥロコルトルムがあった。現在でもラテン語では、ランスをドゥロコルトルムと呼ぶ。また元名のランスは、レミ族の名が生まったものと考えられている。ローマ時代に遡る古い町で、 4世紀の移行であるマルスモンも残る。498年メロビング朝、フランク王国のクロビス一世がこの地で性別大冠式を挙行した古事により、フランス王家の聖なる都市とされ、歴代国王の大冠式が行われてきた。ノートルダム大聖堂は12世紀の混流である。1619年には、ジャンバティスト・コルベールがこの町で生まれている。町は、 第一次世界大戦で戦場となり、破壊されたことがある。1945年5月7日に、ドイツ代表、ヨードル将軍が、連合国軍への降伏文書に署名を行った。1962年、シャルル・ド・ゴール・フランス大統領とコンラート・アデナウアー、西ドイツ首相がこの地で会見し、歴史的な独仏和解が行われた。姉妹都市1548年にはすでに、 学術機関として、ランス大学が創設されていたが、フランス革命期の1793年に、フランス各地の大学同様に閉鎖された。現在の市内には、1967年に再設置されたランス大学のほか、ネオマビジネススクールなどがあり、現在2万人以上の学生が暮らす一大大学都市となっている。主な大学トラムウェイでランスの路線ズトラムウェイで、 ランスパリから休行で1時間40分。平日で1日に10本ほどの便があるが、どこに行くにもパリを経由しなければならず、かなり不便であった。しかし、2007年6月に、ランス郊外のブザンヌに LGV 東、ヨーロッパ線のシャンパーニアルデン TGV 駅が、開通しパリまでの所要時間が約45分、シャルルドゴール空港から約30分に短縮された。また、 市の南約 5km にシャンパーニアルデンヌ TGV 駅が開業して、交通の便が飛躍的に向上した。市内交通は2011年に路面電車のトラムウェイでランスが開通している。TGV、編集市内に TGV の停車駅はないが、ランス近郊のブザンノニ LGV 東、ヨーロッパ線のシャンパーニアルデンヌ TGV 駅が存在する。 路面電車、編集路線バス、編集ランスは、ヨーロッパの主要な高速道路網の交差点となっている。高速道路、編集ランスでは、主にサッカーが人気を博している。フランスリーグ1に属する、プロサッカークラブ、スタッドランスがある。なお、同じフランスのリーグには、RC ランスというクラブも存在するが、こちらの本拠地は全く別の自治体。詳細は、 カテゴリー、マルヌ県ランス出身の人物を参照公式観光。ありがとうございます。